ようやくアップル本社にたどり着きました。いやこれですよ、これこれインフィニティループっていうのがねここですけれども、はい、あそこに見えるのがこれアップルストアですね。でこちら本社ですね、これビジターですね、これインフィニティループって書いてありますけれども、あそこにビジターで、いやこっからちょっとね、アップルストアでこうリンゴのマークがね、書いてある、ついてる、グッズがいっぱい売ってるらしいので、ちょっと行ってみます。初めて行きます。大量に、アップル、ここでしか買えないアップル専用の限定品を買いました。まずこれ、これいつ売ってるんですかね、これハサミっていうね、これ日本の会社が作ってるこれ、ね、アップルのマークが入ったねマグカップなんですけども、2種類ありまして、これがはいこんな感じの色合いでね、はい、でこうアップルのマークもここに入ってるという、やっぱめちゃくちゃおしゃれです。これでライトグレーもねありますね。でこれもお世話になっている方々にお土産で6個買いました。であとね T シャツですね、これめちゃくちゃおしゃれですよ、この T シャツ。アップルウォッチと iPad Air ですかね、これ iPad Pro か、でこれ MacBook Air ですね、これ MacBook Pro だ、これ MacBook Pro と、iMac みたいなこうおしゃれな T シャツと、このアップルのマーク入ったおしゃれな T シャツ、まあアメリカサイズだと思ったのでこれ XS でね買いましたけれども、あとはですねこちらちょっと中身がねこれまだ出せないんですけど、これボールペンですね、アップルのマークが入ったゴールドのやつをね買いました。はい、あと最後にやっぱりこれ、ね、大事ですね、我々はやっぱりこうノートを取ってねいろんなことをねやってますので、アップルのマーク入ったノートっていうね、これ19ドルですね。はい、こんな感じでめちゃくちゃテンション上がってます。